んにちは、 NGT48 の藤崎美優です。というわけで本日はこちら鴨市にやってきました。はい、で鴨市にやってきてですね、なんとこちらを渡されました。じゃん、鴨市を好きになるかもということでやってきたんですが、こちらどういうことでしょうか。はい、お待ちしておりました藤崎さん。今日はですね、鴨市を好きになってもらえる魅力たくさんお伝えしていきたいと思います。はい、ちなみに藤崎さん、鴨市にいらっしゃったことありますか。私は幼い頃によく祖父母と一緒にリスに会いに鴨に遊びに来てました。嬉しいですね、ありがとうございます。今日はそれ以外の魅力もたくさんちょっとお伝えしたいなと思いますので、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあもうまさにカモを好きになるかもしれないところがたくさん出てくるってことですね。もちろんです。はい、これは楽しみです。はい、今日はちょっと岡美優さんと私藤崎美優ということで、美優美優コンビで楽しんでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。一つ目のカモを好きになってもらえるかもなポイントはこちらです。茂みの中を疾走、自然と一体になれるかも。茂みの中を疾走っていうのはこのローラースライダーのことだったんですね。そうなんですよ。なるほど。このローラースライダーなんですけど、去年の9月にリニューアルしまして、そうなんですね。はい、高低差が32メートルで、長さがなんと144メートルもあります。すごい。滑り切るまでに大体1分ぐらいはかかるっていうふうに言われてます。なんか滑り台ってこう滑って一瞬なイメージがあります。そうですね。もうずっと楽しめますね。そうなんですよ。はい、楽しみ。今の時期だとこうやって新緑を見ながら滑ることもできますし、あと秋だと紅葉も楽しめるので、いいですね、季節によって。そうなんですよ、いろんな楽しみ方ができますね。はい、意外とちょっとスピードが出ることもあるので、はい、ビート板を必ず下に敷いてもらってそうすると安全かなというふうに思います。はい、で雨の時は危険なので、こういった晴れた時に滑るようにしてほしいですね。はい、じゃあもう今日は一番楽しめるお天気ですね。そうですね、ローラースライダー日和です。今日は、はい、頑張ってきます、楽しみます。はい、こんにちは。行ってきます。行きます、せーの。うわー、おー、結構速い。すごい。わー、いいですね、自然の中を。うわー、待って待って待って、速い速い。わー、速い。おー、長っ。なんかまだまだ先が見えないくらい続いてます。はい、わー、しました。どうでしたか。いや、幼い頃以来に滑ってたんですけど、こんなに速かったっけっていうぐらいすごい速くて、あとカーブがちょっと怖かったんですけど、でもこのね、いいお天気の中風を感じてとっても楽しかったです。小さい頃よりもなんか滑りが良くなってる気がして、まあ自分が大人になった分その分スピードも出るようになったと思うんですけど、すごい楽しめました。楽しかったです。ちょっとお尻がヒリヒリしました。なんか血行が良くなって。本当に自然を感じてとってもしっかり自分が風になったみたいでした。楽しそうな声が聞こえた。おかえりなさい。すごかったですね。すごかったですね。どうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。意外とスピードありましたね。すごいスピードありました。なんか幼い頃に乗った時よりもスピードが出てですよね。スリル感がありました。新緑は楽しめました。すごい楽しめました。やっぱこの景色の中、風
風を感じられて楽しかったです、うん、そうですね、これから暑くなるときにまた風を感じることもできて、はい、いいですね、すごい楽しかったです、はい、また滑りたいですね、はい、はい、また行きましょう、はい、じゃあどうぞ。ちょっとやっぱ体力がそうです、ね、しんどいですね、上まで登るのがローラースライダー滑って自然と一体になったところで、はい、次のカモを好きになるカモなポイントいきます、はい、次は、誰もが笑顔にカモのアイドルは雨が苦手カモ。おお、ちょっとお隣にヒントがあるような気もしますが、はい、カモのアイドルといえばこちらの子たちですよね。そうですね、あのリス園ではシマリスがたくさんいるんですけど、今50匹のシマリスたちを楽しむことができます。これでも雨が苦手かもってあるんですけど、雨苦手なんですか？そうですね、あのシマリスはちょっと雨に弱くてですね、雨に濡れてしまうとちょっと低体温で、ね、あのすぐ病気になってしまったりとかするので、雨が降った時はあの奥の倉庫の方に全員こう大移動という感じで、はい、なってるんですよ。じゃあ今日はいいお天気なのでみんな元気ですね。そうですね、今日ラッキーですね、はい、そうでもちっちゃい頃に来た時からここに来るとこうリスに触れ合えるのがすごく楽しみで、なんかここならではだなって思ってたの で、 そうですよね、また来られて嬉しいです。コロナの影響もあって餌やりはちょっと中止しているんですけれども、ね、こんな風にひまわりの種とかそういったものを食べてるところをこんな近くで見ることができます。すごいですよね、はい、一生懸命食べてます、ね、なんかもうこんなに近くにいるのに全然気にならないのかなっていう、夢中になって食べてるそうです、逃げないですよね、逃げないです。でもやっぱりひまわりの種食べるんですね、かわいい、夢中すごい。藤崎さん、久しぶりのリス園どうでしたか？いやもうさすがカモのアイドル、見てるだけで癒されました。とっても可愛かったです。いや可愛かったですよね、はい、じゃあカモ山最後のポイントに行きたいと思います。はい、はい、こちらです。いただきます、リスを食べちゃうカモ。いやいや今可愛らしいリス見ましたけど食べちゃうんですか？食べちゃいます。え、ダメですよ、食べちゃう。私は何度も食べたことがあります。大丈夫なんですよ、大丈夫です。じゃあちょっと楽しみにします、はいはい、行ってみましょう。心配、はい、なるほど、リスを食べちゃうってこれのことだったんですね。そうだったんですよ、はい、かわいい。ポリスまんじゅうっていうお菓子なんですけど、お子さんからお年寄りまで本当に人気の商品になってます。すごく甘い、いい匂いがするんですよね。粒あんと、こちらはこちらはカスタードですね。カスタードの2種類、はい、どっちも美味しそうですね。そうですね、どこから食べたらいいですかね。いや、もうこれは思い切って頭の方から入れちゃってください。頭からガブッと、はいはい、いただきます。ふわふわです、生地が。優しい甘さにあんこの甘さがしっかりきます。美味しい、よかったです。あのこの中に入ってる粒あんなんですけど、鴨市にある京屋さんっていうお菓子屋さんで作られたあんこなんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当にちゃんとお菓子屋さんの作ってるあんこが使われてる。はい、そうですね、だから美味しいんですね。そうですね、はい、もう二口目食べちゃいます。カスタードの甘さがすごくちょうどいいです。出来たてでやっぱり温かいのでふわふわで美味しいですね。美味しいですね、うん、ちゃんと美味しさが伝わってきました。あ、よかったです、ありがとうございます。藤崎さん、さすがですね。いやいやいや、もうプロです、はい、このコリスまんじゅうはなんかどういった経緯でできたんですか？鴨山のリス公園のかわいい、あのコリスたちをモチーフにしたちっちゃいお子さんから、ご年配の方まで喜んでいただけるお菓子ということで考えさせていただきました、はい、もう
すごいキャラクターがめちゃくちゃ可愛いんですけど、ありがとうございます。これはどなたの考えたイラストとかなんですか？これは私の父ですが考えて、はい、それでここで焼いているものなので、ね、はい、もう椿の家にしかないオリジナルのものになっております。もう本物のリスに負けないくらいの可愛さのリスでした。ありがとうございますさん、今回私たちカモを好きになるカモっていうテーマで撮影してるんですけども、中林さんの考えるカモを好きになるカモなポイントを教えていただいてもいいですか？はい、町の中に山があるっていうところはすごくカモの魅力な的なところかなと思います。山全体もものすごく四季折々で素敵な景色を見せてくれるので、そこがとても素晴らしいかなと思います。確かに街歩きぴったりですよね、はい、藤崎さん、椿の家どうでしたか？もうクリスマンジュがとても美味しかったですしこう店主の方の鴨の魅力をまた新しいところを教えていただいて素敵だなって思いました。楽しんでいただけたようで、はい、よかったです。続いてのポイントは、素敵なカフェで老舗料亭の味を楽しめる鴨です。おー、カフェですか？カフェ大好きなので楽しみです。ぜひ行ってみましょう。はい、楽しみ。こう本当にいろんなお料理がこう一つで食べられるっていうのはすごい嬉しいですよね。そうですよね、品数多いですよね。身がふわふわです。こんなにもう可愛らしいパフェはなかなか見ません。美味しそう。でも幸せですね美味しい。